翔平 TV ゲリラプレゼント動画解析決定。応募資格証はこちらになります。そのプレゼント動画こちらです。スミレグローブエアメンマンモデル翔平 TV T シャツアシックスバッティンググローブ、最軽量のスミレグローブ、なんと 500g 以下。そして翔平 TV T シャツもプレゼント。皆さんコメントお待ちしてます。優しい気持ちになれる。はいはい、どうもひろとです。今回はこちらの水のプロを使って走行紙で汚れを落としていきたいと思います。この水のプロなんですけど、ここに黒い跡ができてるんですよ。そちらをこの走行紙で落とせるか、中古ショップの匂いが残っているので、そちらが消せるのかどうかっていうのを検証していきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。はい、では早速磨いていきたいと思います。で、ブラッシングは前もってやってるので、そこはご了承ください。はい、こちらの走行紙なんですけど、マルチクリーナーになっていて、汚れ落としや捕獲、ツヤ出しもできるっていうクリーナーになっております。中はこんな感じに、本当にハンドクリームみたいな感じになっております。まず表面からやっていきます。近いですかね。塗りすぎたわ、絶対塗りすぎた。で、こちらが塗ってある方と塗ってない方ですね。わかります？こんなさ。こんな感じに汚れが落ちました。はい。どんどんやっていきまーす。手が冷め。あ、石鹸の匂いがめちゃくちゃいいですね、これ。やってて気持ちよくなりますね、これ。先の方も。で、先の方もやっていきます。難しいな、立ってやるの。塗ってるところをそんな見せないで、塗り終わったところをしっかりやってください。わかりました。で、背面はそこまで黒い汚れが目立たなかったんですけども、こちらですね、補給面の方が結構黒いシミができていて、補給面の黒いシミが、これが気になっていて、これが落ちるのかどうかっていうのも早速見ていきたいと思います。汚れは落ちるっちゃ落ちるんですけども、やっぱりこの黒いシミっていうのはやっぱなかなか取れなかったですね。先ほどから表面の汚れがちょっとひどかったので、動画外でもちょっと磨いてたんですけども、結構表面の傷がちょっとひどいところはちょっと黒いんですけども、このちょっとの芯から離れたちょっと周りの部分はちょっと汚れが取れたのかなと思います。で、こちらのオイルはオールインワンクリーナーなので、捕獲とツヤ出しが完了しているので、補給面と背面はこれで完了にしたいと思います。で、こちら裏側コンディショナーを使って、裏の匂いも結構気になるんで、ちょっと早速やっていきたいと思います。こんな感じ、なんかなんていうんですか、このつぶつぶ、こんな感じですかね。あ、冷て、あ、冷て。はい、完了しました。ちょっと匂い嗅いでいきたいと思います。あ、いい匂い。優しい気持ちになれる。はい、でもそう、あの手に入れた時にちょっとここにグリップ力があるっていうか、あの手が滑んなくて、あの逆にあのハンドリングとかこうやって振ってもあんまりグローブが落ちないようになってます。はい、どうも、今更だから良平です。はい、はい、お疲れ様です。そうです。で、走行紙に関しては僕もちょっと持ってるので、補足説明みたいな、はい、形でさせてもらうと、さっきのオールインワンクリーナーに関しては、はい、まあヒロとかが言ってくれた通り、まああの他メーカーでいうとローリングスさんとかの、マルチクリーナーみたいな、感じのイメージ、です。なんで汚れ落としもできるし、捕獲もできる。だけど、あの汚れ落としに完璧に特化したわけではない、振り切ってはない、ので、まあ、がっつり汚れ落としをしたい人というよりかは、まあ、簡単に使った時にちょっと汚れ目立ってきたなみたいな、時なんかにおすすめなのかなと思います。まあ、だからレザーローションとかに比べると汚れ落としとしての機能はちょっと、ま、あの劣っちゃうかもしれない。平裏のオイルのものに関しては、平裏のお手入れって盲点だと思うんですよ。
うん、甘しない人が多いですね。で一番水分が出るのグローブで与えちゃうのって手の手汗なんで、でそれをしっかりとケアしないと平らの中がパキパキに割れてきちゃうんですよ、うん、なのでそれを防ぐものが本来の目的で、それに走行臭特有のいい匂いをつけたっていうものなので、平裏は結構皆さんやった方がいいと思うんですよ。まあ、守備手とか夏場する方いるとは思うんですけれども、最近なんか守備手もあんまり見なくなったって言ったらいいのかな。あ、そうなんですか。まあまあまあいるはいるけどね、ただの匂い付けじゃないよっていうようなグローブが走行臭、まあ、ちゃんと特性も、踏まえた上で匂いがいいっていうのが、まあ、ポイントになってくるよといったようなグローブが、僕からの補足です。はい、ありがとうございます。はい、というわけで本日は走行臭を使ってグローブ磨きをしていきました。と本当にいい匂いになって、多分プレーも気持ちよくできると思うので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。